私たちはお互いに尊敬し合い、感謝し合いながら日々の幸せを積み重ね、ずっと一緒に生きていくことを誓います。2018年5月12日江藤弘明。小さな時からいつもそばにいてくれてありがとう。大きな愛で私たちの成長に見守ってくれてありがとう。人生を共に歩む決意をしました。未熟な2人ですが、2人でこれから支え合って温かい家庭を作っていきたいと思います。